はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマ、長い。小学校受験面接準備、フレンドリースクールの面接特訓、うまく話せない子に対して何をしているかですね。それでは、西荻フレンドリースクール願書面接担当の今野慎介先生、よろしくお願いいたします。はい、どうもこんにちは。はい、今日は面接特訓の内容なんですけれども、今、2021年9月の17?日かな、うん、現在、願書の方は、ちょっと今、受付は、ウェイティングしましょうって話をしましたね。でも、だいぶ、ま、業務連絡ですが、うん、だいぶ、片付いてきた。片付いてきたこの数日間で、うん。連絡もらったタイミングで空いてたら受けられることできると思うので、はい。じゃあ、ちょっとまずはご相談ください。連絡ください。はい、その時僕が終わってたらやります。でも、なかなか、過去最高の、はい、数を今、添削している。内部生もめっちゃ苦しい、うん。外部の人もめっちゃ苦しいで、はい。まあまあまあ、できる限り頑張りますということでね、はい、一応近況報告をお兼ねてます。幼稚園とかも来るんでね。本当ですね。頑張りましょう。はい、はい、ということで今日は面接特訓についての話ですけれども、よくね、ご質問いただくのが、うちの子供やっぱりなかなか大きい声でハキハキ喋れなかったりするんですけど、どうやって声かけすればいいですかとかね、聞かれたりもすることが毎年あるんですけれども、うん、フレンドリーの場合どういうふうにやってるか、何が一番手、まあ、ある意味手っ取り早いかっていう方はどうかなと思うけど、今年そういうタイプの子が内部生で、はい、まあ、いて、うんうん、でまあ多分その、いっぱい外部の人とかも僕やってて、悩んでる保護者の方もいると思うんですけど、普段はもう鼓膜が破れんばかりにでかい声で喋ってんのに、大きい声で面接をしましょうって言ったのに全然聞こえないちっちゃい声で喋る、なんかシューンとなっちゃう子いますよね、なんか別人のような声で喋るっていうパターンが、うん、多分そうね、8割ぐらいの人は悩んでるんじゃないかなと思っちゃうぐらい、空気感違いますもんね、遊んでる時とはもちろんね、うん、でも結構僕たちも外部やってて思うのはそういうの多いと思います、そういう方が多いと思うんですよ、そうですね、例年ね、うん、でまあフレンドリーの子はほぼほぼそういう子はいない、うんうん、もう全力ででかい声で面接できるんですけど、はい、中にはなんかね、やっぱりなんか変なこと言っちゃダメだとか、うんうん、間違えたらどうしよう、こんなこと言っちゃダメなのかなって真面目に考える子ほど声がちっちゃくなりがち、気持ちはすごくわかるな、うんうん、そうだけどね、それで今年や、まあ、そういう子は例年あんまりないんだけどそういうことやってる子がいるから、まあ外部の去年も一昨年も、はい、外部の人にはよくやってるのがうちの子のお手本を見せてあげる、ね、そうですね、ハキハキ喋れる子に、ね、ちょっと一回見てもらって、フレンドリースクールで一番声がでかく一番はっきり喋れる子を連れてきて、はい、見せてあげる、はい、こんぐらいの声でやってもいいんだよっていうのを見せてあげると、ね、結構過去にはそれを教えた直後から声が一気に変わったことが、うん、去年受験されたとある女の子はもうその瞬間変わりましたよね。あれはびっくりした、うん、こんな声出していいんだっていう気づいたみたいで、うんうんうん、その瞬間からすごいでかい声になって、ね、ああこれは効果的め、うん、ちゃんと志望校受かりましたよね、あの子はそうそう、外部の子でしたけどね、うん、よかったですよね、そうだからそういうやり方を、まあ、僕も今回、内部生の子にちょっとやってみて、まあ、やったのはそのずらっと子供たちを並べて、うんうん、まあ、もうすでに面接を経験した子たちに、はい、どうだった面接って言ったら、結構そんなに難しかったわけじゃないでしょ、多分そんなこともなかったって、うんうん、じゃあその時声大きい声でよく喋れましたねって褒められたでしょって、褒められたっていうから、うん、じゃあその声でちょっとお名前を順番に言ってってみてって、うんうんうん、でもその子は当然は結構バーっとって、うんうん、ですごい100点っつって、次やって、はい次はすごい100点っつってやっていって、その子の番になった時もその子大きい声でいたんですよ、もう釣られちゃったみたいな、そう釣られて、うん、そうそれそれ、その声その声、うんうん、その声で全部やろう、じゃあまた初めから、うん、その元気のいいもう経験者から生年月日をどうぞ、生年月日をどうぞ、はい生年月日をどうぞ、よし言えた、それでいいって、なるほどね、うん、この方法外部の子によくやってたのを、ちょっと内部の子にも一人そういう子が今年いたから、うん、やってみようと思ってうまくいきました、やっぱりお手本って、近いお手本って大事なんですね、そう先生が見せるのとはまた全然違いますもんね、大人がやる声とは違うから、そうなんですよね、声のトーンも違うしね、そう、だからね、声が出しにくい子はどんだけ声を出していいかっていうのを、加減が分かってないというか、加減が多分だって基本的にだって大きい声出しちゃダメじゃないですか、あ、そういう雰囲気ですもんね、うんうん、なんか静かにしなさいとか言われることの多い子たちがさじゃあいざという面接のタイミング、大人も
なんか物々しく座ってて、スーツも着てね、神妙な雰囲気になんかでかい声で言えって、普段だったら黙れって言われる場所じゃないですか。そっかそっか、じゃあそうすると自分基準が分かんなくなっちゃうっていうところあるのかもしれないですね。そうそうそう、僕はそうじゃないかなと思って、うん、普段ならね、本当に静かにしなさいって、そうですよね、っていう場面でも超でかい声出せって言われてもね。なるほどね。だからちょっとお手本でね、こんだけ出していいんだよっていうのを見せてあげるのはね、いいんじゃないかなとは思って、ね、だから内部性がうまくいった。なかなか内部性ないんで、この、そうですね、うん、基本内部性みんなうちの子たちすごいじゃないですか、声が、うん、でも不安すぎてちっちゃくなっちゃったからね、うん、まだね、あの面接の準備のかなり前半戦の時はその同じ学年ね、年長さんで喋る子いない時とかはフレンドリーの場合はあの1年生とか2年生とか、うん、小学校受験経験者のね先輩にやってもらったりすることもあります。ああ、確かに、はい、ただ割と小学生上がっちゃうともう忘れちゃってるんだけどね。だから一瞬ちょっと仕込みしてねからあの見せたりとかしたりとかもやってましたね。うん、ああ確かにやった、うんうん、今の1年生なので覚えてるし、うんうん、あとはその時にその参考に子供たちがね、あの参考にしてるのって声の張りとか滑舌だけじゃなくて、あのテンポ感も結構いいお手本になるんだなと思いましたね、うん、テンポ感なんとかはい、なんとかははい、なんとかですみたいな、この卓球のラリーじゃないけどよどみなく、ね、答えるっていうタイミングっていうのを見せたりと、うん、その後結構変わる子も多いから、ね、前のめりで頑張ってくれる子が毎年見れますけどね、うん、なのでね、そういうやり方をするととてもいいんじゃないかなって。そうですね。なので、ごめんなさい、もうなんかどうしてもね、告知チックになっちゃってあれなんですけれども、あのフレンドリスクルのね、あの面接特訓ご利用いただければそういったこともできますのでね、うん、あのちょうどその空間に同じ時間帯に生徒さんがいた場合にはお手本を見せることもできますのでね、よろしかったらご活用ください、ね。まあ、今年はもう何件もやったんですけど、はい、本当に志望理由の組み上げ方から一緒にやったりとか、うん、いろんなタイプの方がご利用されてますね、うん、本当に準備ゼロでっていう人も、うんうんうん、来たけど全然そんなの、ね、一緒に組み上げていきましょうって言ったら2回目来たらめちゃめちゃうまくなってとかね、そうですね、そうしてびっくりしちゃったんで、うんうん、そうそう、そういうなんかいろんな形でね、うん、ご利用できるように対応考えてますし、既存の教室とかで確かなんかこう曖昧に注意されて、うんうん、一体何をどうしたらいいのかさっぱり分かんないって時なんかでも、僕たちだったらね、うんうん、その曖昧な内容を拾い上げて、うんうん、ちゃんとした回答に持っていくことができるので、うんうん、そういうふうな相談でも全然大丈夫です。そうですね、2、3年前だったかな、まだフレンドリーさんに相談できるほど練習ができてないレベルなので整ったらまたご連絡しますっていう方がいて、いやいいですよって思って、うん、もうすぐ来ちゃった方がいいですよっていう。だって何も練習してないんですけどいいですかって言ってきて、うん、どうぞどうぞって、ね、その場で喋る内容を決めて帰った人もいるぐらいだから、そう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 。うん、てかうちの内部生、はい、そういうのも多いかもしれない。そういうご利用の方は仕方も多いですね。なので、うん、まあ割と何でも無茶ぶりが効く面接特訓かなと自負しておりますので、はい、無茶ぶりで投げてくれて全然大丈夫な、そうですね、うん、はい、何も考えてないけどどうしたらいいですかっていうのも全然、はい、いいですよっていう、はい、受け付けておりますので、はい、ぜひご活用いただければと思います。はい、ありがとうございます。はいはい、では教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールでは現在も、面接特訓受付しております。ですね、今日話した内容の通り、こういったね、見本も見たよという方はね、対応できますのでね、合わせてご検討いただければと思います。来週もネット祝日もありますけれど調整もできると思いますので、まずはお問い合わせいただければと思います。ですね、続きましてで、相談会ですね、子育て幼児教育相談会は平日土曜日に行っております。体験授業も受付中です。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番、メールアドレスは info@friendly-school.com です。教室では引き続き小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育など幅広いテーマでお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。本日も最後までありがとうございました。それでは失礼いたします。